本節はすべて進入工程で争われておりますボートレース多摩川ルーキーシリーズ第10戦コレマサープリンス決定戦第22回目の TVK カップ。若手レーサーたちによるスピード感あふれるレースが展開されてきました初日の競争。本日メインカードはファン投票によって選ばれました栄えある6名が争うドリーム戦の第12レースです。出場の6選手は1号艇が上条信孝、2号艇丸野和樹、3号艇山崎郡、4号艇小野達也、5号艇佐藤博明に、6号艇中谷隼人、以上の6名です。人気を集めての登場、1番上条が1コースへ、前半は6着でした。巻き返しへ燃えたいレース、ファン選抜1号艇に上艇です。2コース2番の丸野は展示トップタイム、前半はスタート踏み込み一気のまくりを決めました。3コースに3番の山崎、このレース人気の上条の相手にこの山崎やうちの丸野が押されております。4コース角市が4番の大野、5コースへは5番の佐藤、前半5レースはアウトへアウトへという旋回見せ1着でした。6コース6番の中谷と収まっております。以上6名進入固定競争、初日メインカードは12です。ファン選抜ドリーム戦です。進入体系内から123ダッシュが456です。スタートが切られていきました。1号艇上条や2号艇丸の内乗り生かしてタイミングを取っての1マーク、2号艇の丸のは差しに行きます。3番山崎は握りに行きますが、1番上条が人気に堂々と応えました。スタートは前提正常、これを追って3番の山崎もしくは2番差しを目論んだ4番の小野、この辺りの2番争いで1周2マークの旋回、先頭はイン逃走中上条、これを追って4番小野が小回り、3番山崎握ってホームストレッチ、2番手は3号艇の山崎が優勢からリードを広げました。そして4番小野の開いた懐を後続勢3選手が追撃態勢、わずかに4番小野がしのいでおりますが、内6番中谷、外5番佐藤広がって、わずかに劣勢2番丸野が起死回生内へと振っていきます。これをひとっ飛びで4番小野外からかわして3番手リード、さらに丸野をアウトから6番中谷や5番佐藤をかわしていきますが、3番手とは間隔が空きつつあります。前から1番3番4番でレースは2周の2マークです。ここもトップで1番上条、さらに3番山崎、4番の小野、1号艇3号艇4号艇大阪支部、このまま確定版独占となるでしょうか。あと1周です。3番手4号艇の小野リードの方ですが、ただいま3停止から4停止、6番中谷が後続ヒットを4番手で最後の第1ターンマーク、前は1番3番続いて4番小野旋回、6番の中谷は後続2番丸野をかすめて外避けるのが精一杯、またリードは4番小野です。体勢結局からずの1番上条、3番山崎、そして4番の小野となりました。ファン選抜栄えある1号艇、見事この大役果たしてみせそう、1番の上条がイン逃走中、さらに3番山崎、4番の小野と折り返してまいりました。12レース間もなくゴールを迎えます。この選抜戦ゴールは前から1番上条、3番山崎、4番小野とゴールイン、後方5番6番2番でゴールインです。以上第12レースファン選抜ドリーム戦でした。